バン釣りクラブ始めます。フィッシュ、最後の釣りは、一つ点が成長があると思います。今日のメンバーは、いつものこの最近バン釣りクラブのコアメンバーによる。竿頭5枚目以上 のスタメンメンバーと一緒に、飯岡一瀬山根青少丸へ行ってきました。はい、じゃあ今日どうでしたか。今日の釣果はどうでしたか。4枚一緒、竿頭筆頭が4枚、そして5枚目が4枚、2人揃って5枚。今日はちょっとやっぱ難しかったですかね。今日は青少丸で一つ点山台でした。今日実はさっき聞いて4枚4枚じゃないですか。7枚、一緒。サウガシラ4枚目。あのこれがバン の, あのスタメンです。スタメン、あのバンサウガシラ5枚目以上はあのデューティーが発生しますんでご注意ください。何すかデューティーは。あのバン釣りクラブのあのなんかねジャケットなんか作ったら買わなければいけない。あと週に3回以上バンに来なきゃいけない。その縛りがある。そしてこれが今日一瀬山台なんと。カワハギが釣れました。今日の MV 誰ですか。モストあのフィッシングアングラー、車の往復の運転やってた藤川さんとか。ありがとうございます。ホースマスター200を
買って、中七丸で50センチのアジを釣ります。&ライブベイトでマグロ38キロのマグロで新記録を作ります。それちょっとまだ考えてます。ちょっと先 やりつぶしちゃったからな。いやもういき来年は私はね、クエを目標にします。クエ1本釣ります。今日ちょうどね、クロマリンのタイラバの竿が壊れたので、もう新年早々にタイラバの専用タックルをまず買います。いいタイラバの専用竿を教えてください。ちょっとプロマリンは正直ディスってます、はい、ちょっと差を持ったらパキンって折れました。あんなに強度が弱いとは思わなかった。でも俺好きだけどね。知らんけど、俺も知らんけど。ワン、ツー、スリー、フォー、テン。I'm gonna get you.